はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、タワーバトルキラー吉影編究極、こちらのフロア5ですね、攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。というか短期ですね、黒尻短期でいきます。アビリティですね、ハイパーヒール、何が起こったのか分かるはずがない、デリートムーブ焼けをつけてます。そしてフレンドはシゲチーですね。シゲチーを釣りで行きましょう。もうデリムでね、廃棄デリムでもう何とでもなる感じですね。さあ廃棄デリムで倒していきましょう。一瞬にして倒せました。ついでも廃棄デリムで倒していきます。ゲージも取られますが、まあそこまで心配ないですね。はい、狭間だも倒せていいですね。シゲチーがどんどん殴られております。シゲチーが殴られております。シゲチーが死亡ですね。さあ行きましょう。これは一応バイサーダストをしておきましょう。何かあってもね大丈夫ですね。成長があるおかげで強くなっているはずなので、こういうことがねできます。はい、大丈夫ですね、倒せました。さあ今度はやることはあんまり変わらず、ハイパーヒールでデリートムーブです。2、3、うわ、ゲージが取られていく。しかし諦めずにやっていきましょう。はい、1,2,3 と、無事倒せましたね。さあ続いても倒していきましょう。あとは奥安だけですね。奥安だけです。でもその奥安が攻撃してくる。一応 CS はしときたいですね。 CS しておきましょう。攻撃仕掛けられても、まあ、少しね怖いだけで多少安心していきますからね。引き寄せられて攻撃を受ける。攻撃力はねアップしているので若干楽ちんですね。攻撃を受ける。そしておっと、2回も受けてしまった。これだと倒しやすいですね。さあ行きましょう。ハイパーヒール1,2,3、アイテムは全部消せなかった。さあ第3ラウンドですね。第3ラウンドは、ここはもう耐久戦ですね。耐久戦です。 2,3 と、はい、6回も倒してます、攻撃しましたね。はい、1,2,3 とどんどんとします。そして CS です。攻撃を仕掛けてきます。そして逃げていきます。まだ撃ってきます。逃げていきます。はい、攻撃を仕掛けます。 1,2,3 と倒していきましょう。まだ攻撃を仕掛けます。1,2,3と攻撃仕掛けてくれ。デリートムーブしてくれ。逃げていきます、逃げていきます、逃げていきます。そして自爆の範囲に巻き込まれております。そして次は CS です。攻撃を仕掛けながら CS です。ダメージを受けて
だいぶ減らすようになってきましたね。減らしております、減らしております。そして CS じゃないですね、自爆に巻き込まれる。さあ行きましょう。攻撃力やっぱり上がってる。23と逃げていきます。はい、攻撃仕掛けで、はい、123とかなり強くなっております。そして逃げる時も強いですね。ゲージは減っていっております。かなり減ってきましたね。さらに強くしていきましょう。今度は結構強いぞ。減ってる減ってる、減りようが高い。さあ CS です。 CS じゃないですね、ハイパーヒールです。今度は楽ちんに倒せそうですね。これはもうハイヒデリムでいいような気がしますね。時間の問題ですね。ゲージを使うのがもったいない感じですね。はい、ではやっていきましょう。1,2,3 倒せました。さあ増援が降ってきましたが、ここもハイパーヒールしながらデニムです。ハイヒデニム。やっぱり強いですね。少し走りましょう。はい、ハイパーヒールでデニムです。はい、ハイパーヒールでデニムです。はい、親父が倒しました。倒せました。はい、ハイパーヒールです。でそしてデイムです。そして遠くに行くので全然怖くないです。続いて第4ラウンドですね。第4ラウンド、ここは、一応ね、攻撃力を強くしていきましょう。そしてシゲチが襲いかかってくる。襲いかかるシゲチ。しかしシゲチは自爆していく。さあデリムですね。デリートムーブしながら倒していきましょう。はい、デリートムーブですね。デリートムーブで倒していきましょう。はい、デリートムーブです。さあ降ってきた音石、音石降ってきましたが、まあ、関係なく進みます。砥石に攻撃されてもいいです。それぐらいのね、体力があるので全く怖くないですね。さあ一応バイスターダストを仕掛けましょう。これでもう安心ですね。バイツァーがね仕込んでいるともう安心です。これで倒されてもね全く怖くないです。はい、じゃあいきましょう。2,3と、やっぱりね、2回ねしてるともうさすがに怖くないですね。あ、倒せちゃいましたね。もう1回ぐらいは耐久してほしかったのに倒せちゃいましたね。どうなんだろう。はい、行きましょう。1,2,3と、いい感じです、いい感じです。さあやって、ジョースケがおそらく満タンのゲージ満タンで襲ってきたんでしょうね。さあ続いては CS を仕掛けてバイザーダスを仕込んでおきましょう。バイザーはね仕込んでるんで全然怖くないです。あとは自分がねミスらないように動くだけですね。3でゲージを募集
されます。まあしょうがないですね、ゲージ没収だけはしょうがないです。一応これでジョースケは倒れる、ヨハン先生もこれで倒せたらいいんですが、倒せましたね。そしてデーボが降ってきます。ケイチョウはこれでは倒せないようですね。なかなか倒すことができない。さあデリートムーブです。ゲージをね取られるのが面倒だ。ゲージがね溜まっていければいいんですが、よしこれで大丈夫ですね。これでもう安心です。ゲージを溜めていくだけです。さあ降ってきた、もうここでねゲージを溜めていきましょう。ジョセフにやられてる。これでゲージがフルゲージですね、フルゲージになりました。キラーが降ってきました。キラーとジョータローが降ってくる。そしていきなりキラーが攻撃を仕掛けてきましたね。逃げます。さあバイツアタックを発動。CS は2回目なのでかなり強くなってるはずです。かなり強いですね、打撃がすごい。強い。強いですね。バイツは仕掛けてるので倒れても心配ないというところも強みですね。さあ行きましょう、ハイパーヒールでどんどんハイパーヒールで強くしていきましょう。さあキラが襲いかかってくる。しかしもう怖くないですね、キラ一体となってしまったら。まあ今度はバイツァーダスト、おっと仕掛けられない、まだターンが経過してなかったんですね。一応 CS 発動しときますかね。CS は一応、おっと逆もう倒されてしまった。難なく倒してしまいました。これはちょっと予定外でしたね、予想外でした、無事クリアすることができましたね。はい、ありがとうございます。最後までね動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。続いてはですね、究極キラヨシカ究極のフロア6ですね、最終フロアを攻略していきたいと思います。ではラストボタン。